女子ゴルフの渋野日向子が、今季の総括を一足早く言った。30日に公式会見を行い、今季残り最大4試合について振り返った。US オープン、KPMG で上位争いできたが、他の試合ではあまり良くない結果が多かった。シーズンはまだ終わっておらず、いい一年にすることは可能だ。まずは、国内で好プレーを披露したい。